iMovie をタップします。プロジェクトをタップします。プラスマークをタップします。ムービーをタップします。テーマを選び、作成をタップします。使用するビデオをタップします。下矢印アイコンをタップします。ビデオがタイムラインに挿入されました。同様に、追加するビデオを選択します。追加する前に、ドラッグして、ムービーの長さをトリミングします。トリミングしたビデオを挿入します。ビデオが挿入されました。写真をタップして、写真を挿入します。写真を選択します。一つ前に戻ります。タイムラインをスクロールして元に戻ります。プレビューを確認します。iMovie でビデオ、写真を組み合わせ、新しいムービーを作成できます。